はいえー、おはようございます7月16日5時6分の相場解説になりますけども今日はですね相場の解説というよりも振り返って昨日なんで私がねセル、売るっていうところにエントリーをできたのかそしてその根拠がなんで話せなかったってことをちょっとお話していこうかと思いますたまにあるんですけども今振り返るとこれよくわかるんですよね今振り返るとどういうことかっていうとこれねヘッドショルダーなんですよ。見てててくださいこうやって肩ができて 頭ができて肩ができてそしてブレークしてますよねこのゾーンでブレークドーンとしてるわけですよそしてこの力点で止まってるわけですよきれいにねもう完全にこれヘッドショルダーですよねすごく分かりやすいやつですでここにちっちゃい三角形があるのと対応するようにこっちにも三角形ができつつあるということですよねあのこのこ 絵としてはこれセルだなって分かってるんですけどもあまりにもね基本的すぎてあまりにも簡単すぎて私ねもう本当に見抜けなくなってますねこの簡単すぎるものに関しましてうんまあだから無意識の状態ですねこれはパッとこの図を見た時に合わせるだろうって思ったんですけどもなぜかね根拠が咲かせなかったんですよ <laughs> まあだから無意識の状態に入ってしまっていたということなんでこうやって今はね冷静になって振り返ってみるとはっきりわかるんですけどもこれがですね うんまあなんかね私いつもの私でしたらこの辺でヘッドショルダーを期待する気づかなきゃければなりませんよね場合によってはもうここで気づかないといけないですここでここでですね1個目の山ができた時に次の山が大きかったらヘッドショルダーになるかもなっていうふうに気づいていかないといけないそういう相場解説を積み上げて最後の三角形ができた時に大きくブレイクしますよってことでねここをブレイクポイントというふうに まあ相場回数しなければならなかったんですけども、ぼーっとね、眺めていて、習慣的に相場回数してると、まあ、セルになることは分かるんだけども、あれ、なんででも自分はこれ売るっていう風な決断をしてエントリーまでしたのかなってことが、なんかね、ついつい分からなくなってしまうんですよ。でもこうやって振り返ってみると、初歩の初歩、ヘッドショルダーだってことがはっきり分かりますね。で、大きくブレイクしましたんで、大きな利益がまあ取れると。 いうことになりましたけども皆さんいかかがだったですかねこんなに分かりやすい相場はなかったんですけども私もね、解説に言葉が出なかったですね、これはね。ただ大きく私はね、理覚することができまして、うんまあ、今日もね、4月16日として4月の半ばに入りますけども、ここまでで、うん、最大利益を取れたんじゃないかなと思います。いや、大きかったですね。うん後半もね、 かなり利益が見込めるんじゃないかなと、ちょっといまいちと冷静さを取り戻しながら今後の相場解説に努めていこうかと思います。それでは本日は以上です。冷静になるためにね、ちょっと今日は以上で相場の方を見ることを中止しようかと思いますので、また明日ね、明日動画の方を上げさせていただきます。それでは失礼します。